初代カーリングフォード男爵及び第二代クレアモント男爵チチェスターサミュエル・パーキンソン・ホーテス級はアイルランド出身のイギリスの政治家、貴族、ビクトリア朝の自由党政権下で閣僚職を歴任した。カーリングフォード教の肖像が1823年1月18日、チチェスター・ホーテス級中佐の次男としてアイルランドのラウスケン・グリドに生まれる。母は マーサ・フォーテス・キュー・オックスフォード大学、クライスト・チャーチで学び、1845年に、バチェラー・オブ・アーツ、1847年に、マスター・オブ・アーツの学位を取得した1847年から1874年まで、アイルランドのカウンティラウス選挙区から選出されて、自由党の庶民委員を務める。 1848年の諸女演説はユダヤ人にの差別的取り扱いの除去することを求めるものだった。第一次パーマストン施策内閣期の1857年から1858年、第二次パーマストン施策内閣期の1859年から1865年に副職民地大臣を務めた。1863年に生をパーキンソン・フォーテスキュに変更した。 第二次、ラッセル伯爵内閣期の1865年11月から1866年7月にかけてアイルランド担当大臣を務めた。第一次、グラッドストン内閣でも1868年12月から1871年1月までアイルランド担当大臣を務め、1869年のアイルランド協会法の制定を主導した。 1871年1月から商務長長官に転任し、鉄道の安全性の強化に尽力した。多くのアイルランドの選挙区から選出された庶民院議員と同様に1874年1月から2月の総選挙で落選したが、落選とともにカーリングフォード男爵に上され、貴族院議員となった。第2次。 グラットストン内閣期の1881年5月から1885年6月まで王子少将を務めた。1883年3月からは、数密院議長も兼務した。1886年1月に、第三次、グラットストン内閣が成立した際には海外にあり、また、アイルランド自治反対の信念を持っていたため、入閣を求められなかった。 アイルランド自治反対の立場を貫いて、自由統一党へ移籍し、同党のサマセットにおける指導者となった1887年7月29日に、兄である初代クレアモント男爵、トマス・フォーテスキューが死去し、クレアモント男爵位を継承した1898年1月30日に、インフルエンザにより、フランスマルセイユにおいて死去した。ありがとうございます。